おお。あのね。そうだね。では。すごいね。いいかしら。あ、ありがとうございます。占いの結果。はい。お会いで。料理は得意な方なはずです。こうして作るのか。あれ、とってもうまくできました。あら、お弁当。丁寧に扱ってくすぐったいものだな。君とこうして過ごす時間は悪くない。綺麗にしてもらえると嬉しいよ。ああ、ピカピカだね。嬉しいな。シアルフィー家のシグルドだ。仕留めるわ。無念だ。お手合わせありがとうございました。
この時間無駄にはできないわ。リーフだ、手合わせ願うよ。私が守る。もっと強くならなきゃ。お手合わせありがとうございました。ブロディア王城兵ラピスよ。僕はロイだよ、よろしく。はっ、こんなの。ひゃっ、よっ、もっと腕を磨かなきゃ。お手合わせありがとうございました。ラピス参ります。ルネス王女エイリーク参ります。仕留めるわ。兄上に合わせる顔がありません。お手合わせありがとうございました。ブロディア王城兵ラピスよ。アイクだ、手加減はいらない。えい、うっ、遅い。切り詰める。ガー、無駄にはしない。そう、それ、はい、よし、オッケー、無駄よ、えい、かけ、それ、えい、かあたしが守る。よっ、無駄よ、はい、仕留めるわ。次こそは必ず。お手合わせありがとうございました。この時間無駄にはできないわ。私はミカヤ、よろしくね。切り詰める。また修行のやり直しね。お手合わせありがとうございました。ブロディア王城兵ラピスよ。イーリスの王女ルキナ、参ります。へい、まだです。それ、負けてしまいました。お手合わせありがとうございました。ラピス、参ります。私はカムイです、よろしく。はっ、あっ、カムイ、ケイク、無駄にはしない。悔しいです。お手合わせありがとうございました。この時間無駄にはできないわ。遠慮はいらない。切り詰める。これは手本にならないな。お手合わせありがとうございました。
綺麗にしてね。ほ、そっか。気持ちよかったわ。ありがとう。仕上がりが楽しみです。お疲れ様でした。楽しい時間でした。綺麗になるならありがとう。ご苦労だったな。この恩は戦いで返す。汚れていると大切にしてくれてありがとう。お手数おかけしますとっても気持ちよかったです。よかったらまた。もっと綺麗になる。とても幸せな時間でした。次が楽しみです。助かるよ、はあ、おありがとう。なかなかいい感触だった。私が勝ったらお買い物してね。ブロディア王子のディアマンドじゃない方です。いい。商売上がったりだわ。ブロディア王女兵ザフィーアさ。えっ、はい、強いね。気持ちよく負けられたよ。負けたあなたにおすすめの商品があるの。私が勝ったらお買い物してね。終わったらお茶にしましょうか。はっ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 。倒られてしまったわね。負けたあなたにおすすめの商品があるの。どれにするんだ？そこに投げてみるか？
そこに投げてみるか。そこに投げてみるか。成果だ。私も驚いたぞ。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。左だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果だ。やるな。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果だ。やるな。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果が全てではない。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果が全てではない。また来るといい。体と相談して決めてくれ。かっこいい。お
聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。素晴らしい。かっこいいよ。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよそうだな。神竜様が目覚められるお時間まで祭壇の清掃を行うとしよう。こうして祭壇を磨いていると少し昔に戻ったようだ。ルミエル様がここに来られた時は寝顔を愛おしそうに眺めておられたな。おお、神竜様、ご気分はいかがでしょうか。外は気持ちの良い風が吹いておりますよ。
会勝利を。傭兵団って普段はどんなことをしてるの？いろいろだ。村を襲う盗賊を追い払ったり、王女に頼まれ侵略者を倒したこともあったな。へえ、私そういうの大好き。まるで正義の味方みたいだね。そんな大層なもんじゃない。ただ困ってる奴らを放っておけなかっただけだ。私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すっごく綺麗になったでしょ。さすがの神竜様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。チヤホヤする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずに、いつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果正妻にも気に入られて、側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの。お母様みたいに。なるほど、合点がいきました。でも一つ聞きます。オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか？え？あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。私は思いやる気持ちが美しい。スタルーク、ちょっといいですか？はい、どうぞ。何を身構えているんです？土下座の準備です。土下座の準備？なんとなく謝罪すべき雰囲気を感じたので、一瞬でできるようにと。そんなの必要ありませんよ。私はただこの間のことで一つ言っておきたいんです。何をですか？私とあなたの命の価値は同じです。これだけは絶対に譲りません。二度とあんなこと言わないでくださいね。わかりましたか？わかりましたって言えたらいいのですが、本心ではそう思っていないので。もう困った人ですね。ごめんなさい。本当にそう思ってしまうのなら仕方ないです。あなたはあなたらしくいてください。僕はこのままでいいということですか？前向きな考えなどできないですし、褒められても素直に受け取れません。決断力も兄ほどないので、言動でイライラさせることもあると思います。それでもこのままでいいと。はい、でもいつか私の言っていることを分かってもらえたら嬉しいです。わかりました。ご忠告ありがとうございます。神竜様、覚悟はできたかの？はい、リンデン、
もう迷いはありません。ですが、最後にもう一度だけ確認させてください。この実験は人々の役に立つ、誰かの幸せにつながるのですね。もちろんじゃ、神竜様。神竜様を調べさせていただくことにより、必ずや新しい発見があることじゃろ。特に可能性が高いのが睡眠の質に関する新たな発見じゃな。睡眠の質ですか。千年もの間眠り続けた神竜様じゃ。その体には安眠に関する情報がたくさん隠されているはずじゃよ。そうでしょうか。そうですとも。不眠に悩む者たちを救えるやもしれんのですぞ。そうですね。ではリンデンの実験に協力したいと思います。感謝しますぞ、神竜様。では早速サンダーを何発か神竜様に放ち、反応を確認していきたいと思います。じゃ、痛みは慣れると思いますが、髪の毛が焦げるのは我慢してくだされ。申し訳ありません。やっぱり実験には協力しません。アイビー王女、もしかして僕のことを睨んでいますか？いいえ、スタルク王子、そんなつもりはないわ。けれど、あなたの甲冑はつい見てしまうの。ブロディア王国の甲冑はイルシオンにとっては最も警戒すべきものだから。そういうことですか。確かにブロディアはたびたびイルシオンに攻め入ってましたからね。ごめんなさい。今の謝罪どういう意味？え、ブロディアの王子が我が国への度重なる侵攻を謝罪した、そう受け取っていいのかしら？それならあなたは自国の非を認めたということになり、今後の外交にも影響が生まれるわ。今の謝罪決して軽くないわよ。そういう意味ではもちろん、こちらに非があるのなら僕はいくらでも謝るべきだと思いますが、僕はその立場にはない。政治は父上や兄上、宰相が執り行っていましたから。つまりさっきのごめんなさいはあくまで個人としてのごめんなさいで。冗談よ、分かっているわ。アイビー王女、驚かさないでください。ブロディアにいい感情を持っていなかったことは本当よ。だから少しだけ意地悪をしたくなったの。でも冗談が言えるくらいの仲にはなった。そう前向きに受け取ってほしいわ。そうですか。心臓が止まるかと思いましたよ。ミスティラ王女、観察眼はいまいちのようね。見なさい、今の私のこの姿を。他国の王女の前だというのに体がずっとガタガタと震えているのよ。どう見ても楽しい状態ではないわ。寒いの？もっと火をくべよっか。寒くて震えてるわけではないわ。怖くて震えているのよ。野生動物のことなら心配しないで。罠だって仕掛けてあるし、火を怖がって近づかないから。お化け、さっきあっちの方からすすり泣きのような声が聞こえて。お化け、お化けがいるかもしれないの。急に大きな声を出さないで。ごめんなさい。でも歌うと怖くなくなるよ。お化けー。そうそう、その調子。でもお化けが苦手なんて意外だったな。それは忘れて、もう二度と野宿はごめんよ。
やあメリー、よく来てくれた。そこに座ってくれ。わざわざ呼び出してどうしたんだい？料理の新作を作った。お前に試食してもらいたい。新作？世界に平和が訪れたら実家の食堂を再建したいと思っている。その時のためにも暇を見ては新しい料理作りに励んでいるんだ。そうなんだ、すごいね。今日は鶏肉の煮込みを作ってみた。うわ、本格的。なかなか手に入らない珍しい鶏肉を弱火で数日間煮込んだ。香辛料は多種多様なものを用いている。体を温める効果のものもあるから健康にもいい。さあ食べてみてくれ。うん、では試食させてもらうよ。いただきます。なんだこれは、鶏肉が溶けるように柔らかい。口の中に素朴な旨味が広がっていく。素材本来の味とでも言うのかな。香辛料たちは鶏肉の旨味の邪魔をせず互いに引き立て合って見事に共存している。味の表現がうまいな。ごちそうさま。すごいよボネ、とっても美味しかった。よかった、寝る間を惜しんで作った甲斐があった。協力に感謝するぞメリー。こちらこそ、素晴らしい料理をありがとう。また俺との約束を破るんですか？もうすっごくいい匂いじゃないですか。お肉が焼ける音が追い打ちをかける。ねえ、少し落ち着きなってば。いつもと性格まで変わっちゃってるじゃない。あなたはソルムでも有名なダンサー、そして神秘的な占い師として名高かった。近寄りがたい雰囲気が魅力って聞いてたから、私もいつかはお目にかかりたいと思ってたのに。がっかりしました。いえ、普段のあなたはまあ噂通りの感じだし、食べ物が絡むとこうなるのかってだけ。申し訳ございません、ミスティラ王女。全てはお肉が悪いのです。俺の食欲を誘惑するその美味しそうなお肉が。まあお肉が美味しそうなのは同意だけど。ミスティラ王女、どうしていつも俺の目の前でお肉を焼いてしまうのですか？セアダス、それおかしいよね。よーく考えてみて。いつも私がお肉を焼いているところにセアダスが乱入してくるんだよ。それはつまり俺が肉を求めて王女の元へと来ていると。そうだよセアダス。はあ、謝罪させてくださいミステラ王女。あなたは約束を破ってはいなかった。ただ俺の意志が弱かっただけ。あなたには微塵の火もない。もう二度とあなたがお肉を焼いているところには来ません。失礼します。セアダス。ゴルドマリー、はい、お弁当を作ってきたわよ。わあ、何ですかこれは。うちの村の特産品の芋を使った芋団子、どうぞ召し上がれ。すごい、初めて見ました。いただきます。おいしいです。甘みがものすごく強いですね。それは芋本来の甘みで、砂糖は使っていないのよ。失礼ですが、この芋団子片っ端から口に放り込んでもよろしいですか？
もちろん両親が作った芋たくさん食べてね。ご実家は農家なんですか？そう。でも土地が痩せているからかなり貧しくて、いろんなところにクマが出るから家族総出で仕留めて食べたりしてたの。なるほど。それでクマのことに詳しかったのですね。クマからはいろんなことを教わったわ。中でも一番役に立ったのは戦い方。私は村の貧しい生活から抜け出すためにブロディアの武術大会に出場したの。大会の優勝をきっかけにスタルーク様の元で働けるようになったんだけど、それもクマのおかげなの。だって武術大会に出ていた人たちはみんなクマよりも弱かったから。そうなんですね。それにこうしてあなたと仲良くなれたし、クマ様様ね。そう言っていただけてとても嬉しいです。私はあまり人に隙を見せないのですが、あなたの前だと自然な自分でいられます。もしよろしければこれからも時々会ってお話ししませんか？ええ、喜んで。村つながりのお友達として、調子に乗った町の連中にはできない話をいたしましょう。調子に乗った町の連中って、ゴールドマリー面白い。楽しみにしているわね。いいお友達ができて嬉しいわ。